め。カーキ色め。よし。来ましておめでとうございます。2024年もよろしくお願いします。ということで、昨日は配信できなかったんですけど、今日は書き初め配信。もともとね、1月2日は言ってたんですけど、書き初め配信をしたいと思います。みんなギフトもありがとうございます。明けおめとかいっぱいありがとうございます。2024年もよろしくお願いします。おめでとう、ありがとうございます。ちょっとねこっち遠くてこうやってやったら見えるんだけど中吉、ちょっと待って、見追いつけないかもこっちで見ます。で見て、書き初めをしていきたいと思います。もうちょっとしたらね、これはそう毎年恒例なんです、書き初めで。明日は昨日やりたかったのをランキングをやろうかなと思ってます。2023年のランキングをやろうと思います。そう、2023年年明けた時はメンバーとみんなでいて、みんなでジャンプしました初めてメンバーとみんなでジャンプしました。嬉しかった。みんなギフトありがとうございます。ちょっと追いつけない、すいません。みんなでジャンプした中吉。あ、皆さんおみくじは引きましたか？私は引きました。今日行ってまいりました。私は半吉でした半吉半吉って何ってなって調べましたなんかその場所によってなんか違うっぽいんだけど、わ、タワーだ、ありがとうございます。クルだ、クル、クルクマ、ありが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 とうございます。どなただ、ギフト、ゆうたさんだ、ゆうたさん、ありがとうございます。ありがくるくま。メモるね。くるくま。ゆうたさん。くるくま。ありがとうございます。ゆうたさん。ありがくるくま。ありがとうございます。そう、半吉はなんか場所によって違うみたいなんですけど、中吉の代わりで半吉って書いてるとこもあれば、中吉、小吉、半吉、末吉の順のところもあるっぽくって、まあそんぐらいです小吉か中吉、小吉か末吉の間、小吉と中吉の、違う、小吉と末吉の間っぽいですなんかいつもなんかその辺なんですよね、私、末吉とか小吉とかばっかりですこれからね、次の年末に向けてこうでいきたいと思います半吉、知らなかったです、半吉チョコちゃん見れたの大吉、ありがとうございます。右肩上がりで頑張ります。何分からやろうか、10分になったら書き初め配信始めようかなと思います。位置はめっちゃいいですよね。待って、タワーだ。お豆ちゃん、ありがとう。さきほさん、ありがとう。ありがとうございます。メモメモ。お豆ちゃん。タワー。さきほさん。ありがとうございます。ありがとう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 ございます。お豆ちゃん、さきほさん。
ありがとうございます。こんにちは。あ、桃色歌合戦で初めてイコラブ見ました。ありがとうございます。ビギナーナオピさん、嬉しい、来てくださって嬉しいです。可愛かったって。やった。嬉しいね。なんか初見の方も。君ひでさん初見ありがとうございます。トリガーでした。なんか今年はね、トリガーで桃色歌合戦はまずトリガーで、カラフル衣装、メンバーカラー衣装でした。ポニーテールにしました。あの衣装は結構ポニーテール、あの大きなリボンがついてるからポニーテールにしがちです。でその後カウントダウン TV メンバーとジャンプしたりツイスターしたり、なんかガオガオみたいな、なんかワンケンガオガオガオみたいなやつやったりツイスターしたりして、みんなでジャンプして、でカウントダウン TV に出演させていただきました。ノートでした。人生ゲームはそう、あのなんかちょっとあのイルミネーションとあの飲み物を買いに行ってる間にあのやりたかったの、人生ゲームだけど始まっちゃってて、もうだからあの見てました見てました。そう、みんなでみんなでっていうか、その桃色歌合戦の準備してる時に「えどうする?」みたいな、「こんな時間あったらどうする?」みたいになって、あんちゃんとさなつんが買いに行ってくれて、あのゲーム系をトランプとか買いに行ってくれたそう感謝。そうツイスターやり、久々にツイスターやりました。なんかトランプ持ってくるの忘れたーってあんちゃん、いつもあんちゃんが持ってきてくれるんだけど忘れたーって言って、そう買いに行ってくれました、桃色が始まる前にもうね、なんかツイスターはなんか正解のルールが分かんないんだけど、なんか余裕すぎちゃうから、なんか同じところにこう、同じ例えば赤だった赤右手、赤左手だったらこうやって同じところに置いてたりしたら簡単すぎちゃうから、あの同じところは置けないにして、もし赤右手置いてたとしてももう一回赤右手が出たら別のとこに移動させなきゃいけないっていうルールでやってましたなんかいろいろルール追加してたらあんな形になってしまいました。マイカのモーメント見てくれた方はあの写真が載ってたと思うんだけどもう交差交差してましたちょっと楽しかったです面白すぎた。コラボルール、なんかわかんない、正解のルールはわかんなくて、あとなんか右足空中左足空中とかもあったから、そんな無理だからみたいな、逆立ちとかしないと無理だから空中なしにしようっつってなしにしたりとかしてましたいろいろやってましたふふ面白かったです。そう、それであんな感じになってましたということで、はい、10分になったので、始めていきたいと思います。感謝を頑張ってお乳にしたいと思います。これが終わったらあの台紙の色もみんなに決めてもらおうかなと思うので、去年は水色だったんですけど今年は何色になるんでしょうか。
みんなの投票で決まります。ということでまずはね書いていきたいと思います。あ、その前にじゃじゃーん、見てください、ショールーム T シャツ今年はねこのショールーム T シャツで、まあ、中に長袖着てるんだけど、ショールーム T シャツで書いていきたいと思います。これはショールーム10周年の時のこのショールームでのイベントで皆さんがギフトを投げてくださって何ポイント20万だったかな、でゲットいただいた T シャツでございますです。ということで始めていきたいと思います。僕も持ってます。あ、なんかもらえるよみたいなのだったのかななんかショールームのスタッフさんみたいな感じになってるけどすごい、なんか今日も好きだよ今年も好きだよみたいな、すごいそんなのあるんだね、ありがとうございます。ちょっと全然コメント読めないんですけど、タワーは絶対に読みたいと思うので、ちょっとあれ読んでなかったら言ってください。あ、猫出しは前髪がうまくいかなかったか猫出しですなんかセンター分けみたいになって、センター分けマジ似合わないねってなって、こんな感じです。あ、携帯固まっちゃったねえ、やだ、一回閉じる、よし、では始めていきたいと思います。コメント、よし、まずはこちらに小学生の頃から使っている文鎮、ひらがなで滝脇って書いてますここにまず半分に折ります。全部折ろう、先に忘れちゃうからね。感謝を書きます。感謝って書きます。やばい、髪の毛抜けた。全部1回音、4枚、チャンスは4回、その4回の中で一番うまかったやつを今後ここのね、ここに今貼ってないんだけど貼りたいと思います。で2位だったやつを対面お話し会のところとか、あとはオンラインでも貼って後ろに貼ってるんですけど、そこに2位のやつを貼りたいと思います。ちょっと本当に上手に書きたいんだ、本当に上手に書きたいので皆さん応援よろしくお願いします。もうさ1年にさ1回しか書かないからさ忘れちゃうんだよね、どこをどう気をつけたらいいとか。よし、オッケー、半分に折れた、よし、頑張れって、ありがとうございます。毎年綺麗になってる。でもさそういうのが多分あのプレッシャーなの、あのどうしよう去年より汚かったらってなっちゃうの。あー、はい、この筆はプレゼントで前にいただいた筆です、ありがとうございます。ちょっとエアコンで飛ばされちゃう、ありがとうございます。もうカチカチになってる。1年ぶりの筆です。よし、でまずはちょっとさ斜めでいいかな、書きやすいのでいいよね。まずは墨汁をこのしっかりして墨汁をやばい、真っ黒になるとこだった、ここ墨汁を入れます。よし、コメントを呼びながら読みながら、よし、まずはいきます。一旦ね、一旦一画
ダメだな、一画なんて言ったらもうね終わってしまうから、一回お手本を見ながら、手本を用意して、今用意してます。感謝習字って調べたものを見ながらやっていきたいと思います。頑張ります。これさ、なんか文鎮って上と下にした方がいいのかさ、上上にした方がいいのか分かんない。はい、書きます。斜め、机に対して斜めなんですけど、これが一番書きやすいです、私はね。では行きたいと思います。書き順とかはちょっと知りません。上手に書ければそれでいいです。細めにね、いつも太くなっちゃうから。いきます、一画目。おー、見えてないショールームに。いいよ、まあね、いつもね、だいたいね、4番目か5番目に書いたやつがいいやつだから、まあ一旦ね、よし、2画目、短め。いや、短すぎたかもしんない。いや、でもお手本短いもんね。バランスよく書ければいいってことだよね。わかった。少しさ見えるんじゃないね。もうちょっとこう、少したらね、見えるね。ね、見えてるよね。こんにちは。よし、三角目。ね、習字はね、習ったことないの。学校でしか習ったことないから。いきます、三角目、細めに。いいんじゃない、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 いいんじゃない。うわー、一本一本、よし、いいよ。どう？ちょっと横長すぎたか。え、でもいいよね。次ここ。習字ってマジで書き順わかんなくなる。次羽をね、綺麗に。羽を綺麗にいきたいと思います。この辺目標、この辺目標で跳ねる。いくぜ。え、いいんじゃない？わかんない、バランスわかんないけど、で、斜めね、綺麗にこの辺、いいよね。まあ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 、いいんじゃない。もうちょっと細いのがイメージあったけど、まあ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 ね、1枚目、そうそう、1枚目、これかける4だから、点が先わかんない、点を、点を、むずいんだよねこれ。うわ、いいんちゃう。なんか上手い人のなんかピュッてなった。あ、でもちょっとなんかくっついてるわかんない、バランスいい、心なんだよ、問題は心。下にこういってこう、こう、いいよ、まずはここ、これい、もうね、この心の一画目が本当にいつも苦手な、正解がマジでわかんない。
こうやって書きたくなっちゃう。こうよ、ね、わかんない、ちょっと待って、わかんない。どんなだったっけね、もうちょっと縦だったかな。まあバランス良ければいいよね。そんなね、習字得意ですなんて言ってないから、うん、こう来てこの辺で跳ねたい、この辺で戻る感じで跳ねたい。いきます。まあちょっともうちょっとこうだけど、お手本は、お手本はね、え、いい？いい感じ？ね、わかんない。ここに点打ちたいから。でね、心って普通に漢字で書くとき、私この羽の中に2個入れるんですけど、習字はこの外らしいですよ。いい感じ？で、もう点々でいくね。え、わかんない。だって、下手かも。かん。なんかさ、もうちょっと上手かった気がするんだけど、私。え、いい？合ってる？まだ1枚目だからね、落ち着いてこう。次、しゃ。いい感じ。シャの方がむずい。シャの方がいつもバランス悪いの。だからカンがめっちゃうまくいったとしても、なんかシャでいつもなんかハッってなるから頑張ろうね。ゴンベンはなんか太くなりすぎない。ちょっとちょっとね、ここにね、ちょっとなんか印鑑をしたいから、この辺いくぜ。いいんちゃう、いいんちゃう。え、かわいくない？横棒右上がりで、ここにこういう感じ。いける？まあまあいいですか？まあいいですか？口もね、苦手なんだよ。なんか想像がつけのつかないんだよね。どう？どうぞ。どうぞ。いい？オッケー？ちょっと太すぎたかもしれない、かもしれない。いい？優しいね、みんな。でもここ一番大事なのはこの身がいつも下手。なんかぶっとくなって終わるから頑張ろうね、一緒に。身むずいよね、なんか潰れちゃうんだよね。あとなんかこの間の感覚がさ、まず1本目ごんべんのここに向かっていきます。え、いいんじゃない？チュン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 って言った方がいいのかな、いつも。ここはこの辺、この辺で、この辺で止まるよ。この辺で止まります。みんな細めに行くよ。はい。で、まあこれはいけるところまで。でもここ寸の場所よろしくね。寸の場所よろしくね。いくよ。よろしくね。ちゅい。いいんちゃう？え、いいんじゃない？ちょっと空いてるよ、ここ。でもここにこう入んのか。でもそれより下だもんね、これがね。なんかさ、寸がさ、すごい下なんだよね。え、いいよね。ちょいちょいいくね。細めにバランスよく。え、いいんじゃない？今のところ2個一緒だよ。だからここ、え、どうですか？
からだね。ここら辺から上がる。この辺に。あ、細くなっちゃった。ちょっと細くなっちゃった。にじまないでも。まあ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 。え、いい？上手？本当？本当はもうちょっとこう細めにね、修正器できそうかなとで。次。これはもう長めにこの辺いくよ。上らへんからいいんじゃない。え、やっぱこのこいつっぽいなぁ。いい？でもね、これ多分ね、そっちから見てるのとこっちから見てるの多分違うよね。スンはここにね、横線が入るの。え、いいかな、この辺で。え、ここがいいと思う？本当に？本当はお手本はね、ここなの。でも絶対私バランス変だよ。こっちの方がいいよね、バランス的に。え、どう思う？でもさ、この身がさ上なんだよね、お手本はね。うんうん、だからここでいくね。上が上にするね、ちょっとだけお手本より。言うこと聞いてない、お手本見てるくせにね。よし、いくよ。ちょっと細めにね、全体的に。いいよ。で、こうなって、こう、キュッキュッ。また羽だ。羽。いくよ、細めに。えい！え、いいんちゃう？どう？ちょっとさ、文字大きくなんないかな、画面の。ラスト。え、どう？まだ1個目だからね、分かんないよね。ちょっともうちょっと乾いてからでいい？エアコンの風ちょっと。で、一旦こんな感じ。じゃん、じゃららららら。うわ、遠目で見るとやっぱ身が太いよね。え、どうですか？ちょっと待って、コメントここで見たい。ちょっと待って。またマツから配信し、え、うまい？本当に？うまいって言ってくれてる？じゃん、どうですか？50点50点ですかね。進化してる？本当に？シャが強い？シャのこの身が強いよね。缶がもう少し大きくてもいい？名前はね、書かない。あのスタンプ、あの印鑑ピッて押すから。ね、身のとこちょっと太いですよね。感謝って感じ。缶もでかくする？缶をでかくするね。うんうんうん、一旦ね。はい、2つ目です。はい、次2つ目いきますね。いい感じ。2枚目いきます。ちょっとさ、正座したい。
弟も宿題でやった？懐かしいよね、私1年に1回しかやらない。1年に1回やってる方が珍しいか。よし、缶をいきたいと思います。缶を大きめね。 OK、 もうちょっと大きめでいいよね。まあなんかまあマシだよね。マシだから気持ちを楽に。よし、一画目は短め。待ってお手本 見ながらがいいよね。さっきと同じ感じで。はい、いきます。いいよ、お腹鳴ってる。こっち暫定位置ね、これね、ちょっと超えるように頑張ります。次、はい、でこの辺まで縦系で。え、いいんじゃない？綺麗だと思う。次、細めでいいよ。え、なんか綺麗。え、いいかも。次、口ね。口はもうちょっと縦長系で。待って、四角目太くなっちゃった。四角目ちょっと太くない？まあいい。まだ微調効くよね。次、問題はシャだから。缶は気楽に行こう。よし、これより低め。この辺で跳ねたい。いきます。え、いいんじゃない？なんか細い？私は体調大丈夫です。去年はね、ってなってた、牡蠣に当たって。今年は元気、お腹空いて、お腹鳴ってる。よし、え、いいよね。ちょっとこっちより綺麗かも。次、斜めはこの辺に向かって。いいかも。点ね、シャア綺麗にかけたい。お願い。点いいよ。なんかちょっとなんか太く描こうと思っても細くなっちゃう。心は大きく、心は広く、大きく。ちょっと感うまいかも。いや、うまいとか言ったら習字やってる人に怒られちゃう。下手だよって。けどここのね、この一画目はね、どうしてもね、どうしたらいいの。こう、割れてる。分かんない、正解分かんない。なんでこんなにこうやってなるのか分かんない。雫型。仕事行ってきます。行ってらっしゃい、頑張ってください。こうして、ここら辺でこっちにはめる。こうね、いきます。
え、いいんじゃないバランスは。え、さっきよりいいかもしれない。こうこうね。どう？え、どうですか、カン？え、結構長くできた気がする。え？なんかゲシュタルトになってわかんないけど。いいんじゃないですか。問題は社なんです。問題は社なんです。点の形が上手い人本当。ここがね、一画目がねうまくできないんだよね。いいですか、社頑張りましょう。したら私映るんだね。こんぐらいに行こう、ね、まずはごんべん。大きくしすぎず、はい、細めにね。まずはごんべんに行きます。この辺いいよ。ペンだけ書いたのに。よし、横棒はここまで。どう分かんない。ゆけんさんありがとうございます。次ぴょんぴょんっていくよ。右肩上がりで気持ちね。なんか違うかも。どうなの、わかんない。ちょっと長すぎた。ちょっとこうなってるかもしんない。もうちょっとこうだったかも。ちょっといい、いけてる本当に。口はいくよ。あ、ちょっとしっかり。いきます。こんべん、なんでうまいのこんなに。なんか歪んでるかもしんない。ちょっとこの2本こっちすぎましたよね。まあ後で微調でこうバランスよくなればいいよね。ちょっとこの2本ちょっとこっちすぎた。まあ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 、しゃだよ。問題はこの「み」、この「しん」。バランスあれかも。やっぱそうだよね。まだいける？行くぜ。ここに向かって細めに。いいよ、細めだよ。この辺
遠すぎた違う、え、わかんない、待って、平気、落ち着こう。で、この辺をめがけて細めに行きたいです。待って、羽こっちの方が上手かった。でもまあバランスだよね、全てはバランス。結局ね、味があるんだよこのかすれもね。もうここね、細めに、次だよ。ここら辺から、この辺からこう、あ、いい、なんかいつもここだけ太くなっちゃうけど、まあこの隙間はいい感じで、こう、もうここ通り道ないよ、こっち通ってるけど、ちゃんと。もう跳ねすぎた。でもバランス、すべてはバランスだよ。みんな、すべてはバランス。この辺からこの辺まで。わかんない。もうなんかわかんなくなった。まあでもバランスはなんかさっきよりいいかも。わかんないけど。よし、あと2画。この羽もね、ちゃんと跳ねていくよ。あ、1本して、羽頑張って、いきます。なんかなんで羽さっき上手かったんだ。でもまあ跳ねてるか、ちゃんと。てん、うわ、なんか生えてる、硬かった。綺麗に整えてる、いきます。わかんない、いつもさ、シャの方がさ大きくなっちゃう。じゃん、じゃーん。え、どう？え、カーンはさ、え、なんか怖きすぎ？こう見たらそうでもないんだけど。よくなった？どう見ても綺麗、ありがとうございます。よし、缶はさっきの方、さっきよりいい感じ。シャもいいのかな、ちょっとバランスがむずいけど。心きく老けてる、心少し上、そう、ゲシュタルト崩壊しちゃってる私。もう最初の、え、違うな、
どこだ。あ、チョンチョンね。ゴンベンね、ゴンベン。ゴンベンがもっと左ね。はい。最初の手はもう少し右。心。右の上ね。いや、今コメント読み中です。コメント読んでる。審査員悩んでる。審査員は皆さんだからね。よし、頑張ろう。OK。 理解はした。できるかわかんないけど理解はした。よし、理解はしたよ。正直わかんないからアドバイス。まあでもバランスですよ。バランス、なんかこうかもなみたいなね、頑張ろう。よし、じゃあ1画目が少し左っつってたね。 OKOK。 まずは行きたいと思います。一画目、さっきより上手な缶を目指します。さっきの缶結構好きだけどな。よし、一画目はもうちょっと左からね。この辺、ここでいいですか。この辺からいきますよ。いいですね。この辺から真ん中来ました。やっと真ん中来ました。こっからが大事だよ。縦目がね、綺麗だったんだよね。こう縦目にね、ちょっとなんかこの辺をイメージして。いいよ。え、いいんじゃない。次ね。いいよね。スタートはいいんだよ。スタートだけね。よし。いいよ。ちょ、あ、ダメ、バレてる。一本いるんだよな。抜けなかったんだよね。ごんべん、ごんべんじゃない。四角は、口はちょっと太さ考えよう。いくよ。まあ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 、ちょっとなんかまあ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 、バランスはいいよね。うん、正方形って感じの四角みたいな感じ。次ね、ここね、これが長めで、この辺で跳ねる。いいよね、今んとこいいよね。よし、この辺狙って、この辺狙って跳ねる。いきます。なんか羽さ、1回目が一番綺麗だったよね。まあでもまあカラスみたいになった。まあいいよね、味があるって感じで。バランスだよ、全てはバランスだから。その染め羽っていうよりかはバランスね。うんう
よし、これでごんべんのここまで。いいよ。で、点。うわ、絶対いるんだよな。え、いいよ。やばい、髪。大丈夫。心ね、広く上に。心を上に。この辺から心の一画目、この辺ね、縦にしたいんだよね、こうこうこういう感じね、イメージして、よし、こっからね、ここね、ここまでいけるか、ここら辺から遠いんだよね、いつもね。なんでこんな、なんかここ書いてるのかな。でかい心で。で、ここをこう、なんかさ、むずい。なんかこれ難しい。これでなんか変。まあまあまあ、お手本はね、上手い人が書いてるから。え、これはさ、結局さ、ここからこう切って、どういうルート、この辺、ルート大事だよ。この辺に行きたいね。なんか今日羽下手で、缶がキュッとなった。まあでもここと、うわ、中に2個入れたい。こことここ、うわ、わかんない、どうしたらいい。上に跳ねちゃった。かぶっていいか、まあまあまあね、なんかカンって感じ、カンって感じ、羽がこの、ちょっとこっちに、ちょっとここ変だもんね。いや、バランスはいいと思う。次はシャです。あ、次はシャ、次はシャです。細くね、ごんべん頑張ろう。よし、ごんべん頑張るよ。まずは点、この辺から、うまい。よし、よし、こういう感じね、こういう感じでいくよ。いいよ、お手本と一緒。私はバランスちょっと変かもしれないけど、お手本とは一緒。次の二画が大事。
次の2画がちょっとこっち側ね、はい、ここです。ここのラインに来ていきます。まあ、まあまあ、いいいいいい、ちょっと割れてた。うんうんうん、いい感じ。よし、ごんべんいきます。ちょっと超えるくらいね。え、今までで一番ご一番ごんべんじゃないって言うとしちゃった。今まで一番綺麗なごんべんじゃないですか、この感覚とかも。どう？次だよ問題は。缶がねちょっとキュッとなりすぎてるからキュッてしたいんだけど。うん、み、み、細めに行くよ。みんな細めに、こんぐらいで収める。こんぐらいからここに当たるぐらい。なぜ？いいよ、いいです。いいです、スリムに、はい、この辺まで。いいよ、スリムに行くよ。さっき離れてたけど、いいよ、近い。羽頑張ろう。この辺に来て、こう。細っ。細っ。まあまあまあ、いいよね。次、このね、バランスとかのやつが苦手。大丈夫？優しいね、みんな。細めに。院長、よし、この辺からこのまで。いいよ、暇だな。この辺からこの辺まで、いいよ、いいのか。もっとスリムなんだよね、これは。どうして？ここで、わかんない、なんかミーはバランス悪いかと思ってる。この辺から羽頑張って、いいよ、羽切れ。あと点、
どうなの？ちょっとバランスわかんない。足しびれちゃう。もう目がおかしくなってきた。じゃ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 。やだ。あ、もう知らない。どうですか？え、カンうまいね。今までで一番。待って、コメント見たい。これ3枚目です。なんでこんなキュッてなっちゃうんだろう。かん、いやでもここで見たらシャワーちょっとわかんない。何番かはみんなが決めるから。よし、最後ですよ、もう。ね、ゲシュタルト崩壊しますよね。わかる。かんね、3枚目が一番いいよね。シャワーちょっと、なんかシャワーいつもなんかどれも微妙です。うん、ラスト。ムズムズしてそう、お習字できる方。よし、見えてる。シャワーうまい。1回目の方、よし、最後、最後です。早いね、もう1時間経ってるよ。もう最後です。これがラストテイク。頑張ります。一番うまく描けるように頑張ります。よし、見ながらいきます。まずこう一画目をもっと左からね、この辺ね。 OK、 こっからいくよ。ど真ん中。縦目にこの辺、こういう感じで。いいよ、細いが。なんで細くなっちゃうの。どこ、はあ、こっちも好きだよ。わからない、なんでここくっついて。お願いね、にじんでちょっとくっついてくんないかな。次、ここはこんぐらい、こんぐらいまで来て跳ねたい。こんぐらいね、はい、目標。いいんちゃう。
いいと思ってるよ。斜め、ここら辺に向かって、いいよ。点、いいよ。次、心、上で辺にして、いいよ、ここ、ここがいいです、ここがいいですよ。縦目に、あ、一番いいんじゃない、点の中で羽いい感じ、ここね。心はちょっとこっち目に跳ねないと点が置けなくなっちゃうから、よろしくね、そこら辺、この辺まで来て、この辺がいいな、この辺まで来て、こっちに跳ねたい、いきます、この辺ね、この辺です、まあ、こうね、こう、わかんない、ちょっともうちょっとこっちだったかな、勘です、もうちょっとこっちだったかもしんない、まあ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  OK、 もうね、直せないからね、シャア行きます、はあ、よし、シャア、もうちょっと上がり、シャア、シャ行きます、シャはちょっと太めでいいんだよね、うん、いいよ、いいよ、いい感じ、右すぎず、太いよ、いいよ、今まで一番太い、上にちょっとずつ上に行ってくれたらいい、ここまでよかったのにな、うん、まあまあまあ太いからまだいいよね、今までちょっとなんか5で細すぎた、よし、いいよ、スリムに行こう、スリムにね、
この辺。いいよ。このここの横を短めに。スリムじゃない？スリムですか？いいよ、口開いちゃってる、やばい。めちゃくちゃ開いちゃう。で、いい、いい、いい、君いいね。これがこの辺に来たら嬉しいなっていう気持ちを込めて。いいんじゃない？でもさ、なんでさ、ここもっと長くならないんだろうね、私。もっとここ長くしたいんですけど、足長こうかみたいな。これめっちゃ長いんだけどさ、めっちゃ短い。本面のここなのに。おかしいな。なんか足短い。この辺から。跳ねる、頑張って。いいよ。最後。最後です。わからない。まあ、バランス一番綺麗な気もするが、足が短いっていう気もする。見よう。よいしょ。4枚目です。缶ちっちゃくない？なんか缶ちっちゃくない？完成。こっから車のバランス一番いいですよね。ゴンベンがやっぱ太い方がいいんだね。1曲ごとに喋りまくる習字初めて見た。そうですよね。このルームだけです。ちょっと2位戻してあげよう。よいしょ。こっからみんなの投票が始まります。みんなの投票を始めますよ。よいしょ。ちょっと上がろう。よし。まず投票で4択で一番いいのにボールを投げてください。よし、いきます。まず一つ目、1番。1番です。続きまして2番です。続きまして
3番です。続きまして4番です。ということで投票スタートしていきたいと思います。開始。まずはじゃあ1番2番、はい、こっちが1番です。こっちが2番です。1番2番1番2番次3番4番3番4番次1番3番1番3番2番4番2番4番最後1番4番1番4番2番3番2番3番です。よし。どうですか？投票できましたか？できたかな？なんか2連複とか言ってる。すごい、なんか結構いろ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 出てますね。では投票終了まで5、4、3、2、1、投票終了。じゃん、接戦ですが1位が2番じゃじゃーん、こちらになりました。2番、ちょっと待って、画面こちらが1位の感謝となります。2番今後ここにねこう貼るやつです。こちらになりました。そして2位が4番だったよね。2位が4番だから、これこちらが、お話し会の会場やオンラインの方のお話し会の背景に貼ります。そう、これは対面で見れます。2位の4番です。缶を見るときだけ虫眼鏡をこうやってもらえたら嬉しいですね。シャアうまくかけたよね、こっちね。ちょっとね、ここちょっと狭めたいね。ここちょっと大きく拡大したいですけど、こちらは皆さんが対面で見れるかと思います。でこちらはこの1番と3番は、片付けるときの墨汁を吸ってくれる紙となりますです。でも結構なんか今までで一番接戦だった気がするね。もったいない、いりますか？あげますよ。視聴者プレゼントできるならいいですけど。ということで、2番4番で台紙をここから決めていきたいと思います。ご応募はこちらから。
ったいないよね、わかる。よし、まあ、これは一旦こっちに置くとして、これが2番、これが1位、でこれが2位ということで、まあ、大志多分対面の時とかに置くこの4番の感謝、2位だった4番の感謝は黄色系の色になると思います。毎年黄色系の、毎回黄色系で、でこっちの今後背景にこう飾られる感謝が、おの色をみんなで決めていきたいと思います。どういう系がいいとかありますか？筆置きに立てかけちゃうんだから携帯。よし、結構いろいろあるけど、よいしょ、こっちはまあ一旦こうしておいて、一旦こちらだとして、こっちも4番の感謝だから黄色で、こちらの感謝の台紙、去年は水色でしたね。結構もうピンクとかオレンジとかもあったね、黄色もあって、だけど決めていきたいと思います。あ、緑系が多いかな。緑系が多い気がする。最初いろいろ投票で決めますが、この合わせてみて、緑系だと黄緑の黄緑、こうなります。で、きり緑って感じの緑だとこういう感じ、なんか緑あったかな。あとは、あ、結構この辺の緑だ、この辺の緑、これが絶妙にさ違う。これもパステルっぽい緑、ちょっと黄身の緑、黄色っぽいね、ちょっとこれは黄身の、なんかなんていうんだろう、明るい抹茶みたいな、これはちょっと黄色み強めの緑があります。あと見たい色ありますか？緑系でいいのかな？辰年だから、そうですね、あのカーテンに貼ります。あのカーテンに、あのいつも黄色オレンジ濃いピンクみたいなに貼ります。赤と紫がある、紫あったかな。赤だと、赤だと赤だとこんな感じと、これはなんかワインレッドっぽい赤、ピンクに見えるかな。赤です。これも目おかしくなってきちゃった。紫ね、紫はあるかな。紫ないかも。あれ、もうファイルどこやった。あ、ファイルこれか。あ、ここに紫が入ってるかって話ね。青、
青黒だね。紫はないですね。これは会場とかには貼らないです。今決めた色は会場とかには貼らずに、会場には貼らず、このショールーム内だけで完結って感じですね。赤もいい感じ。確かにドレスっぽさはあるね。赤もなんか2色あって、でも結局はさ、このルームで写すからさ、このルームの写りだよね。じゃあ赤か緑ね。じゃあ一回こっちに、せーの、やっての赤か緑でいいかな。が緑は結構5色ぐらいあるけど、赤だったらどっちの色がいいですか。こっちが赤、赤って感じ。こっちがワインレッドっぽい赤。こんにちは。お部屋にこう貼る。こっちが左、右。左ってどっち向きの左？みんなから見て左はどっちだ？こっち？左、右。あ、でもワインレッドの方が人気だね。赤いい。今でどっちも、こっちが。赤でこっちがワインレッド、左がいいかも。あ、でも左はこっちだな。左は赤って感じ。これが左の赤ってやつで、これが右のワインレッドって感じ。むず、一緒に見える、わかる。似たような色です。これ今真ん中に立ってるみたいな、こんな感じ。こっちが赤みたいな、こっちがワインレッドみたいな感じ。お家で来ないで、お願いお願い、ここにいて。じゃあまず赤だったらの場合で投票しようかな。赤だったらの場合、あとで緑だったらやりますね。ちょっとどっちもあるから、赤だったらこっちの赤って感じが1番で、ワインレッドが2番でいきたいと思います。投票開始。こっちが1番、こっち1番で、こっちが2番です。重ねるとこんな感じ。こっちが1番でこっちが2番です。背景にこう貼ったって思った。こっちが1番、こっちが2番。赤って感じが1番、ワインレッドって感じが2番。投票終了まで行こう。4321、投票終了。ビューン、わー割れた。でも1番ね、1番の赤って感じね、赤って感じにしましょう。じゃあ赤だったらね、接戦だけど、まあ、赤だったらこの赤って感じにして、緑は5択あるんだけど、ちょっとまあ分け、一回ねコメントを見て決めよう。よいしょ。緑だったら濃いのからいくと、濃いのからいくと、はい、これ濃い緑、濃い緑、黄緑、黄緑で、これがライトグリーンみたいな、ライトグリーンみたいな。でこれがちょっと
黄身の入った色で、これが一番黄身の入った黄身だ。ちょっと、なんていうんだろうね、難しい。どれがいいでしたか。濃い緑、ライトグリーン、黄緑。4番っていう人も多いね。じゃあちょっと一番最後はなしにするね。1,2,3,4 だもんね。最後はなしにして、あ、でも一番黄緑のやつがいいっていうのあるね。でも濃い緑か黄緑かライトグリーンが多いかな。難しいね。待って、じゃあもう一回ちゃんとさ名前決めよう。こちらが濃い緑、こちらが黄緑で、こちらがライトグリーン。何色にしよう。これが何色これがライトグリーン。いきたいと思います。濃い緑、黄緑、ライトグリーン、ライトグリーンでお願いします。コメント、これがライトグリーン、これがライトグリーン、これが黄緑、これが緑。はい、どうでしょう。あ、でもライトグリーンはあんまないかもね、コメント。じゃあライトグリーンを消そう。あんまりないかも。濃い緑が多いかな。濃い緑か黄緑が多いかな。じゃあこの3択でいっかね。消された、ごめんごめんね。ライトグリーンは残しといて、じゃあ1番緑だった場合ね、これだけこう緑で言って赤になる可能性もあるけど1番緑、2番黄緑、3番ライトグリーン。よし、投票開始。これがライトグリーン3番で、3番こちら、3番こうなります。3番これ2番です。で1番、さあどうでしょうか。濃い緑が1番、黄緑が2番で、ライトグリーンが3番になります。投票終了まで5、4、3、2、1、投票終了。じゃん、濃い緑、
濃い緑にします。濃い緑か赤。よし、二択です。わー、接戦ね。接戦多い、接戦多いですよ。はい、ということで、あ、画面が、よいしょ。みんなね、確かに濃い系がみんな好き、人気だね。赤も緑も濃い系になりましたね。ここのルームコインの好きなの人多いなって。確かにクリスマスカラー、クリスマスカラーの2色どっちかになります。これかこれ。では1番が赤、赤1番ね。これ投票でいきますよ。1番赤、こういう感じになります。続きまして2番緑、投票開始。赤か緑です。さあ小池同士はどうなるんですかね。こうしてこうしたらいい、こういう感じ。黄緑に邪魔だけど、こういう感じのイメージ。こう目を隠して、なんか眼科みたいなんだけど赤と緑で二重丸あったら絶対に。1番が赤で2番が緑です。赤緑1番2番です。どっちが濃く見えますか、どっちが感謝ってはっきり見えますかみたいな感じいいかな。投票終了まで5、4、3、2、1、投票終了。じゃん、接戦、最後まで接戦。2番の緑、緑にしまーす。じゃーん、緑になりました。感謝。めっちゃ接戦です。確かに辰年だからね。緑になりました。ナイスゲームです。ありがとうございました。皆さん投票では、これでさビリってやったら終わる。こちらの緑で今年は行きたいと思います。感謝。こちらになりました。1年間よろしくお願いします。そして黄色はどうしようかな。黄色はさ、黄色はこの黄色か、この黄色薄いか。会場でってなった時に、あ、ちょっと待って、薄いのしかないから買います。濃い黄色、ちょっと薄すぎますもんね。これあるの薄い黄色しかないけど、ちょっと薄いよねこれ。会場にあってもいいですか。いい、結構いい、いいんじゃないみたいなのもあるし、薄いよーみたいなのもあるけど、いや今までの会場は濃い系の
だったけど、まあ、ちょっと黄色を買ってから決めようかな。ちょっと薄みあるよね。ちょっとこっちだったらみたいな。なんかもうクリームだもんねこれ。こっちだな、こっち黄色。これかもうちょっと濃いのにするか。ちょっと考えます。対面で一番最初だと1月7日にオンラインがあるのでこれになってると思います。忘れてなければ。忘れてるんだよ私ね本当に。あ、1月8日か。8日、これか、まあ濃い黄色かどっちかになってると思います。よろしくお願いします。対面では生で見れます。ということで1位はこちらの感謝でした。拍手。ということでここに置いとこう一旦ね。よし、今日はおまばを習字でやります。これは1月2日特別になのでやりたいと思います。明日は2023年のランキング、思い出ランキングというのを毎年年末にやってたんですけど、ちょっと今年はバタバタして作れなかったので、さっきっていうか昨日の夜作ったので明日やりたいと思います。です。ということでおまばを書いて、ちょっとコメント読もうかな。おまばを書いてね終わりたいと思います。おまばは3人習字で書かせていただきます。色はつかないんですけど習字で書かせていただきます。おせちはおせちというよりかはお雑煮におせちを入れたものを食べました。私はお雑煮にお餅を入れないので、かまぼことか伊達巻きとかをいっぱい詰め込んで食べてます。あ、そう、おまばもしある方いたら着替えてください。お餅はゼロでーす。そう、あと栗きんとんも食べました。栗きんとんと伊達巻きが大好きです。あと昆布巻きが私最近好きになってきて、なんか年重ねてんなって思ってます。年重ねてるなってはい思ってますね。昆布巻き大人だよね。なんか昔は絶対なんかあんま好きじゃなかったのに、なんか好きで、なんか3、4個、毎食3、4個食べてる気がする。毎食っていうかその時そのお雑煮食べる時に。めっちゃね、めっちゃ入ってた滝脇家のお雑煮の中身。言います。大根、人参、椎茸、たけのこ、鶏肉、うずらで、そこに私が後から後入れはほうれん草、かまぼこ2つ、白いかまぼことピンクのかまぼこで、ナルトで、伊達巻きです。
私のあ、滝脇家はお餅も入ってるんですけど、私だけお餅入ってないんですね。はい、具沢山でした。そんな感じのお雑煮です。滝脇家のお雑煮は。アバターって買うとかなんだね。神奈川だけど全然なんかさあ、本当に隣の家の人とかで本当に違う気がする。なんか例えば同じ階の人だけでも違うと思う。全然違うと思う。なんかその出身とかもあるし、なんかその代々受け継がれてきてるものもあると思うからね。50分だったらランキング、あ違う、おまば書こうかな。明日もやるのでね、ちょっと何かあったらできないかもしれないんですけど、特になければやると思います。思われます。久々にあのイントロ聞けると思うとワクワクする。何のことかな。何のことかな。チョコちゃんほうれん草がなんで好きなの。なんで好きなの。めっちゃ好きと思って食べてるわけではないですけど、なんで、うん、美味しいから好きです。ポパイって何。ポパイって聞いたことあるぞ。駅伝はなんかずっと見てるわけじゃないけど、あのご飯食べてる時とかも流れてるよみたいな感じですね。はい、あの1位と2位が接戦だった、あの駒澤大学と青学が接戦だったところ、あ、どっち抜かした、どっちが抜かしたってずっと言ってた。ほうれん草が好きなキャラクターなの、ポパイって。知らなかった、かゆっ。今日全然コメント、あ、なんか今日だったんだけど全然コメント読めなくてちょっと申し訳ない。コメントじゃない、コメントもうだけど、ギフトいっぱい見てます。明日は多分夜配信だと思います。はい、じゃあ50分になったので、印鑑をねここに貼るの忘れてたから、どっちもに貼っておまば書いて終わりたいと思います。これで夜じゃなかったも分かんないでください。これもプレゼントでいただいた印鑑なんです。印鑑って言うんですか、主肉、あれ主肉わかんない、印鑑です。滝脇翔子って書いてあるやつなんですけど、これを毎年押してるんです。まずはじゃあ2位の感謝に、ここえ入る、ね、ちょっとかぶってもいいかな、このぐらいしたいと思います。
楽観って言うんですか、楽観って言うんだ、絶対来年には忘れてる。じゃあ押したいと思います。下柔らかい方がいいんでしたっけ。よし、いきます。いらないかな、ここのゴンベンの2個の間に押したいと思います。木脇翔子、押します。右、左、上、下、回す。いいね、いいです、とても。こちらが2位の感謝でお話し会とかに飾りたいと思います。続きまして、1位の感謝、1位の感謝はさ、ごんべんのこの2個がさ、こっちになってるやつだからさ、押しやすいですね。よし、ここに押してくださいと言わんばかりの、押したいと思います。右、左、上、下、回す。えい、いいね、いいです、とても。もうあの、かぶらないで、かぶらずに押せました。こちらです。よくないですか、ありがとうございます。筆もいただき物で、印鑑もいただき物でありがとうございます。昔にね、いただいたものなんですけど。ではランキングを読む前にお孫を書いて終わりたいと思います。お孫をで文鎮を よいしょ、おまば行きたいと思います。筆で、これもね、木脇翔子って書いてある、お筆に彫ってあるの、ありがとうございます。おまば選びます。どうしよう、悩む悩む。おもあば、おもあば、悩むよ、だって2024年一発目ですもん。一発目は、待って、では、さっきどの方にしようって思ったんだっけ。じゃん、この方にします。一発目だからね、三人書きます。いきます、筆を整えて。だって見えちゃう、見えちゃうね、ちょっと。よしよし。
これで見えないね。こうやっていきたいと思います。いきます。じゃん、ちゃっかちゃん、パックマン、おりまして、下におばけと貸している。下に伸びますよ。くくにょろにょろにょろ、ふわふわふわ、バランがたくさんありますよ。おせちの黒豆三粒で、ゆで卵が飲み込まれている。あっという間に完成。お名前どこ書こう。見えてる？大丈夫そう？よし、いきます。一人目の新年一発目のアバターはじゃじゃーん、まちおかしさんです。ありがとうございます。なんか龍に一番近いかなと思ったのでこちらにさせていただきました。わかった方多かった？わかりましたか？皆さん予想当たった？さすが、なんか培われてきてますね、この何年もの思わばで。くはこの手のとこです。このくはちょっと習字っぽくしてみました。バランがたくさんはここです。ありがとうございます。町おかしさん、ありがとうございます。上手？ありがとうございます。じゃあ続きまして2人目行きたいと思います。悩む。2人目、3人、くしゃみ出そう。悩むな。ありがとうございます。こちらタララタン、おいきたいと思います。横書きがいいかな。いきます。じゃん、ちゃっかちゃん、お山が2つありまして、その間も小山です。ちょっと斜めに大山です。谷もありますよ。細めの蝶々が飛んできて、下にパサッパサありますよ。ドームがありまして、下にも
半分ドーム四角だったうん三角帽子がありまして正方形もありますよしょこっちにも飛び出て真っ黒クロスケにしちゃって上はしましま真っ黒になっちゃったうん黒豆じゃなくてタピオカよもう一つ下に伸びて逆さのお山ありましてわわわわ完成完成しましたできた。いきます。せーの、じゃーん。深夜さんでーす。ありがとうございます。なんかこれよく見たら、あのなんかボートレースみたいなボートなのかなんかわからないんですけど、最初こたつだと思ったんです私。こたつだと思ってピッて開いたらなんかボートレースみたいでした。今年もよろしく今年もお願いします。こたつだと思ってください。え、上手じゃないですか？どうですか？ありがとうございます。ボートレースっぽいよね。筆の方が上手？まさかの？ありがとうございます。深夜さん。ラスト。ラストいきます。上手嬉しいなんかみんな上手って言ってくれてるありがとうございますやったね最後3人目いきます悩む悩むあ対面で渡してほしいいや渡したいよ取りに来てくださいよぜひとも最後はうわーなんかもう行きたいのいっぱいあるけどまた近いうちにやりますねお習字じゃないけどお前はでもこの型にするじゃんほうほうあ消しちゃったよし行きたいと思いますまあなんかね季節感をね大事にしていきたいと行きます。縦、いや横、横でいいか。じゃん、ちゃっかじゃん。お山が二重になっていて、反対側もありまして。下にも伸びてるよ。白玉の中に。
一つありまして、お正月だからって黒豆じゃないよ。してまるでくっつけて、たくさん丸をいっぱいくっつける、くっつけていきますよ。ニョキッとエリンギ一本、エリンギじゃない、えのき一本、もう一本完成、完成しました。完成。最後はこの方です。じゃーん、アンドロメダ焼きさんです。なんか福袋みたいな感じだったので、お正月っぽいなと思って福袋にしてみました。わー、見たよ。丸をつけるのはお花です。上手、嬉しい、上手だって、ありがとうございます。マックのくん、マック、これはマックじゃない、ショコの福袋、ショコって書いてある、ありがとうございます。今度から筆にした方がいい、そんな、そんなに。ということで、以上、おまばでした。また、なんか書きたいのいっぱいあるから、またやりますね、おまば。この筆じゃないけど。筆はね、やっぱ1月2日限定なので。はい。ということで、ランキングを読んで終わりたいと思います。思います。ということで、ランキングタイム、こっちで読もう。ライブランキング13位、ウルトラさん、12位トキワさん、11位ジューさん、10位ヒデちゃん、9位フミさん、8位ユキハさん、7位ヘイブンさん、6位タシミさん、5位ボンキチさん、4位ユズキヌさん、3位オアメちゃん、2位ユータさん、1位サキホさんです。ありがとうございます。2列目、お腹鳴ってる。2列目、バナナさん、ゆうちゃん、リースさん、メリダさん、ゆういちさん、しゅんさん、クロノさん、ゆうのすけさん、たかひろんりーさん、さんぴんさん、てるんさん、シューティーさん、たーくん、トラッシュさん、いとぱんさん、さゆりさん、あおちゃん、ハラディさん、ひろさん、かいとさん、せいたさん、なかじんさんです。ありがとうございます。たくさんの星投げギフトコメントありがとうございます。そしてゆうたさん、ありがくるくまー、ありがとうございます。もうくるになっちゃいました、ありがくるくまです。そしておまめちゃん、ありがとう。このタワーもなんかさ、装飾されてるよね、ありがたわです、ありがとうございます。そしてさきほさん、ありがとう、ありがとうございます。タワー、こことここと、あとここに来るクマがいます、ありがとうございます。ということで、2024年の最初のショールーム配信でした。皆さん、2024年もよろしくお願いします。ということで終わりたいと思います。また明日、多分夜に配信するかと思います。ということで終わりたいと思います。ありがとう。
もよろしくお願いします。感謝も楽しみに待っててください。感謝、バイバイ、ありがとうございました。ゆっくりお休みしてくださいね、お正月。ありがとうございました。